キンプリ、月読み、MV 再生1億突破、5人最後の日にサプライズの可能性も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへのシングル曲。 月読みのミュージックビデオが16日、グループの公式 YouTube チャンネルでジャニーズ初となる再生数1億回を突破した。昨年11月、キングプリンスを平野市用、岸優太神宮寺優太の3人が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも順次退除すると発表。 その直後にイレブンスシングル月読み、彩りがリリースされ、ファンたちはメンバーの感謝の気持ちとグループの存在感の大きさを示すため、キングプリンスニープ、ジャニーズ発の1億回再生をプレゼントするという活動を展開していた。ファンが力を結集したことで凄まじいペースで再生数が伸びわずか4ヶ月ほどで1億回を突破しました。 17日時点でジャニーズ内で2位となっているスノーマンのデビュー曲 DD のミュージックビデオは約8170万回再生ですが、こちらは公開から3年以上が経っています。それを踏まえると、月読みの記録達成までのスピードがどれほど驚異的だったのか理解できます。ジャニーズに詳しい芸能記者。ツイッター上ではファンからの祝い,い1億回おめでとう。 ティアラ米印金プリファンの通称の思いが詰まった1億回5人に届きますように、ジャニーズ初の1億回。この称号は後にも先にも5人のキングプリンスだけのものだよね、といった歓喜の声が殺到し、トレンドワードに、キンプリ MV1 億回おめでとう、ジャニーズ初が入るなど大きな反響が巻き起こった。 これを受けて、グループの公式ツイッターは、1億回ありがとう。月読みが2分43秒だから、163億秒かかることなんだよね。163億秒って、517年なんだよね。あれ今から517年前って戦国時代何が痛いのかよくわかんなくなったけど、小、本当にすごいことってこと、とにかく、ティアラ MV1 億回ありがとう。 と、感謝の思いを表明している。キングプリンスといえば、ピア総研が2月に発表した2022年の音楽ポックス工業規模ランキングで91.4万人をマークし、ジャニーズ系グループの中でトップを獲得。今月9日に一斉発売された恒例のジャニーズ公式カレンダーの売り上げにおいても、ほぼ全てのストアのランキングでのきなみ1位となっている。 さらに、2月に発売した最新シングル、Life Goes On h i l l y y n g が初週売り上げ103.2万枚でグループ初の初週ミリオンを達成し、前作シングル、月読み、彩りに続く2作連続ミリオンという快挙を達成した。 八竹の勢いのキングプリンス派、4月19日に初のベストアルバム、ミスター5・ゴーのリリースを予定しているが、先日発表された新アーティスト写真と初回限定版 A のジャケットで、メンバーたちがデビューシングル、シンデレラガールを彷彿とさせる王子様衣装をまとっていたことが話題に。 月読みくれば制作の一番など最近の楽曲は本格派路線で衣装もヒットホップ系やスーツ系などになっていたが記念すべき初ベストで王子様イメージに原点回帰しファンを喜ばせたメンバーたちの好きなファッションや目指す方向性を踏まえると彼らは王子様衣装を好んでいたわけではないかもしれません しかし、ファンを第一に考えたとき、最も喜ばせることができる王子様衣装に回帰したのでしょうね。そうした気持ちが伝わってファンが、金プリを支えたい、という思いを強めたこともあり、初ベストはとてつもない売り上げを叩き出すのではと推測されています。前で。 ファンを喜ばせ続けてきた彼らから5人体制最後の日に最大のプレゼントがあると期待する声もあるようだ。メンバー3人が脱退するのは5月22日ですが東京ドームのスケジュールを見ると20ケラ21日に行われるプロ野球の巨人×中尾戦と23ケラ25日の巨人 ×DNA 戦に挟まれた22日がぽっかり空いているんです。そのため、 ファンからは、金プリのコンサートのために、ジャニーズ事務所が抑えているのでは、と推測する声があります。ただ、プロ野球は基本的に月曜は移動費で試合がないので、月曜の22日が空いているのは特に不思議ではない。 しかし、ジャニーズでは嵐が活動休止前の最後の日だった2020年12月31日に東京ドームで無観客コンサートを開催した前例があり、この時はライブ配信で多くのファンを喜ばせました。同じように、キンプリも5人体制最後の日にドームでコンサートをしてくれるのではと期待されているようです。前で。 キングプリンスへの場合は、脱退メンバーと事務所上層部の確出が噂されているため、ジャニーズが嵐と同様の扱いをするかどうかは不透明だが、希望を抱くファンの気持ちは理解できる。グループを支え続けたファンと、ファンに幸せを届け続けてきたメンバーたちの思いに応えて、ジャニーズ事務所が英断を下すことを期待したいが、